六十九。今の土淵村には、大道という家二軒あり。山口の大道は、当主を、大洞万之丞という。この人の、養母名は、おいで。八十を超えて、今も達者なり。佐々木氏の祖母の姉なり。魔法に弔じたり。まじないにて、蛇を殺し。 木に止まれる鳥を落としなどするを、佐々木くんはよく見せてもらいたり、昨年の旧暦正月十五日に、この老女の語り氏には、昔あるところに貧しき百姓あり、妻はなくて美しき娘あり、また一匹の馬を養う、娘、この馬を愛して夜になれば、 馬屋に生きていね、ついに馬と夫婦になれり。あるよ、父はこのことを知りて、その次の日に娘には知らせず、馬を連れ出して桑の木に吊り下げて殺したり。そのよ、娘は馬のおらぬより、父に尋ねてこのことを知り、驚き、悲しみて桑の木の下に行き、 死し,したる馬の首にすがりて泣きいたりしよう。父はこれを憎みて、斧を持って後より馬の首を切り落とせしに。たちまち娘はその首に乗りたるまま天に上りされり。お知らさ様というはこの時より成りたる神なり。馬を吊り下げたる桑の枝にて、その神の像を作る。 その像、三つありき。元にてつくりしは、山口の大道にあり。これを、姉神とす。中にてつくりしは、山崎の在家、権十郎という人の家にあり。佐々木氏のおばが、縁付きたる家なるが、今は家耐えて、神の行方を知らず。 末にて作りし妹神の像は、今、つくも牛村にありといえり。